お疲れ様です。250番です。前回の動画は見ていただけましたでしょうか。ブレイキングダウンに出ていた米尾くんは冤罪ではなかったんです。キャバクラで皿洗いをしたらパクられて4年だか4年半だか刑務所に入れられた。冤罪だと言ってましたが、彼はぼったくりキャバクラで働いてました。しかもお客さんを脅して時には殴ってお金を取る役割でした。詳しくは1個前の動画を見てください。そしてですね、今日はツイッターで米尾から喧嘩を売られたシラフジャンキーさんが米尾くんから当時ぼったくりの被害に遭った方にインタビューをした動画をアップしています。結構リアルです。話に非常にリアリティがあります。手口とかね、まさしくぼったくりという感じでございます。僕は昨日米尾くんに対しての動画を上げてからですね、ちょっとやりすぎたかなと。まあそもそもね、僕は全然関係ないしね。でも YouTuber なんでね、旬な話題は上げないといけないなとかいろいろ考えていたわけなんですけども、その被害者の方のインタビューの動画を見てですね、実際に被害に遭った人はね、冤罪なんて言われたらムカつくだろうなと思いました。そしてそのぼったくりを擁護していた NPO のホーミーおじいさん、あの人の感覚もね、異常なんだなと改めて思わされました。ではその動画をですね、コメント欄一番上に固定しておきます。僕は別に米尾くんに恨みがあるわけではありません。じゃあなぜ僕が米尾くんのことを話題に挙げるか、それは彼が刑務所の誤情報を流しているからです。僕は懲役系 YouTuber なんで、今実際に勤めている受刑者の方、もしくは留置所にいる方、拘置所で裁判をしている方、僕のチャンネル柄、そういう人たちの帰りを待っている人たち、まあ、いわゆる待ち人さんですね。そういう方から相談されることが多いんですよ。正しくない情報は流さないでもらいたいなと。正しくない情報とは何か、それは前回の動画で話してます。そして最初ね、この問題、僕はシラフジャンキーさんに対してツイッターでね、なんか絡まれたぐらいで、何をそんなに怒ってるんだって思ったんですよ。最初はですよ、ほっとけばいいじゃんって思いました。でね、結局人をめくるということ、まあ人によってはね、悪口と一緒だっていう風に捉えてしまうんで、そういうのをね、動画にするのはいかがなものかなと僕も自分で思ってるわけなんですけども、やっぱり誤情報を流すのは良くない。僕よりも全然影響力がありますからね、米尾くんあたりは。そしてシラフジャンキーさん、彼はですね、人一倍働いてます。めちゃくちゃ忙しい仕事の中で空いた時間をなんとか見つけて一生懸命 YouTube をやっています。登録者1万人を目指してる。でもなかなか登録が増えない。体を鍛えて芦沢流星選手に挑んだ。アベマ TV に出てみた。体を張って戦った。でも登録は伸びなかった。毎日ネタを探してコツ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 動画を上げています。それでも YouTube は厳しい。若い人には話題の人には勝てない。どうやったら登録が伸びるのか、シラフジャンキーさんは日々悩んでいたようです。そんな中、米尾にお前の登録者少ないじゃん、底辺 YouTuber お疲れ様頑張れよって Twitter で喧嘩売られたことがよっぽど頭に来たんでしょうね。気持ちはわかります。僕もですね、皆様が登録してくれてやっとの思いで1万人に行きました。シラフさんですね、米尾に喧嘩売られてもうガーシー化してます。シラフさんですね、人一倍嫉妬深いんですよ。ということで僕の方でもですね、普段シラフさんと一緒に動画を撮ってますから、お世話にもなってるんでね、シラフさんの今回の暴露動画がちょっとでも再生がいくようにこの動画を撮らせていただきました。シラフジャンキーさん YouTube 頑張ってますので、ぜひ登録してあげてください。ではコメント欄一番上にその動画を固定しておきます。そして僕が上げた昨日の動画、まだ見てない方はぜひ見てみてください。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いいたします。お疲れ様でした。